はい、速稼塾の久保です。気になる男シリーズで後半の動画に入ってきます。こちらの方も、クリックしていただきましてありがとうございます。今回は YouTube で3つのポイントをお話しているんですけども、1つ目は集客のために YouTube を使うんだよってこと。ね。そして2つ目は商品そのものを YouTube で作るんだよってことをお話しました。そして何が商品になって何が商品にならないか。この選別もしたと思います。そうですね。Why と What to はどんどん無料で出すべきもの。How to は有料で売れるもの。場合によっては How to すら無料にしてもサポートを有料にすることができれば成り立つってことです。そして人数が多ければ多いほどサポートはどんどん手薄になってくるんで単価が落ちていく傾向にあるけども、でもサポートする人数が少なければ少ないほど手厚くすることができるので満足度の高い、そして価値が高くて価格の高いものを作っていけるってことになります。やっぱりね、売れれば売れるほどその価値っていうのは薄まっちゃうってところありますんで、それは YouTube でも同じなんですよね。じゃあ10万円の商品をね、じゃあ1万人に売ってサポートできるかっていうとなかなかこれは難しいですよ。でも1人か2人に10万円の商品を売ったらその人とのサポート関係っていうのは濃くできるわけなんですよ。人数が少なければ少ないほどそうやって濃く密なものができるということになりますよね。はい。それではね、3つ目のポイントは何でしょうかってことです。YouTube でビジネスを成立させるための3つのポイント。集客力をつけること。商品力をつけること。3つ目は、セールスですよね。販売力をつけることなんですよ。簡単に言うと、視聴者さんに商品を売ります。いくらですって伝えることなんですよ。これをしない限り、商品を買ってくれるチャンスを視聴者さんに開くことができないんですよ。ね、視聴者さんはなんで動画を見るんでしょうか。なんで貴重な時間を使って暇でもないのに動画を見てくれるんでしょうか。それは何らかの問題解決をしたいからなんですよ。困ってるからなんですよ。だから、その困っていることを解決してあげる、その方法を売ってあげなければ、その人はずっと困った状態になってしまうんですよ。しまいには、自分の発信してる動画ではなくって、他の人の動画からおかしな商品を買う可能性がありますよね。なんで詐欺被害者が生まれるんですか。それは詐欺じゃない商品を持ってる人が積極的に売らないから、積極的に詐欺の商品を売ってる人から人は買ってしまうんですよ。で、残念ながら詐欺をしてる人って一生懸命ね、表現して有名になって物を売ってドロンっていくわけですよ。ね、手厚いサポートをする人ってのはいつもいつも集客ができないんで、人前に出るチャンスっていうのがね、相対的に薄くなってしまうんですよね。だってサポート濃くやってるわけですから、新規を呼び込む余裕ないわけですよ。だから販売期間っていうのが数ヶ月に1回ぐらいになってしまうんですよ。例えばね、今回、タカさんが YouTube の商品を持っています。この YouTube のコミュニティ、これをね、第2次販売、第3次販売しようと思っても、毎日セールスはできないわけですよ。逆に毎日新規さんが入ってくると、もう手に負えなくなってしまうとかね。それからサポートが手薄になってしまう可能性があるんで、一人一人を大事にしたいと思うタカさんは、集客のペースってのはすごくね、細かく考えてくれてるんですよ。その代わり、入ってくれた数名の方に全身全霊で取り組むんで実績が出やすいですよね。実際私も見させていただいて、あっという間にチャンネル登録1000人を超える方とかね。それからあっという間に収益化になる方。あっという間っても別にね、数秒とか数十分っていうことじゃないですけどね。これは表現の一端であって、やっぱ3ヶ月とかね、4ヶ月ぐらいで、YouTube で稼ぎました。YouTube で自分のファンに出会いました。こういうふうな喜びの声が次々と届いてくるんですよ。これは私も同じようなことを10年間って言いましたんで、この感動は私もわかります。で、こんなに自分のコミュニティ運営って素晴らしいんだなと。素晴らしい人と出会うために YouTube、素晴らしいものを届けるために YouTube。双方向でみんなが良くなるもの。こういった世界を開くために YouTube を使ってるんだなと思うと、社会的意義すら感じますよね。どうしても会社員でいる時っていうのはお客様の声が届きにくくって、そして自分が実際に商品を届けるっていうことがなかなかなかったもんですから、間接的にしかお客様と社会との喜びっていうのを感じることができなかったんですよ。そればかりか、自分の報酬に対して、もしくは会社の組織に対しての不満ばかりが目について、どうしても素直にお客様第一ってなれなかった時期があったんですよね。でも今は違います。集客すれば全部自分でしたこと。商品作ったらそれは直接見えているユーザーさんの、視聴者さんの悩みに応えるために全身全霊を傾けて作った自分の作品。そして商品が売れた時っていうのは本当に自分のことがね、好きになっていただいて、もう魅力を感じていただいて、価値を感じていただいて、お金を払ってまであなたから商品を受け取りたい、あなたのサポートを受けたいんだっていうふうに無数の情報や人の中から自分を選んでくれたっていう感動ですよね。じゃあそれに対してね、全身全霊で答えたくならないわけがないんですよ。やりたいじゃないですか。自分のことをそこまで好きになってくれたら。で、ましてや私たちはお金を巻き上げるためにこのビジネスをやってるわけではなくて、むしろですね、人の悩みを解決するためにこういった動画を出したりとか、商品を作ったりとかしてるわけなんですよ。場合によっては、たった一人のために商品、コンテンツを作る場合もあります。その人の解決になるためだったら、喜んでやりたいわけですよね。でも、無料で全員のサポートがこれまたできないのも現実です。ですんで、申し訳ないけども、今の時点では、この金額を払ってくれた方には手厚くやりますけども、ちょっとまだお金を払う程度ではないかなっていうふうな関係性の方には、ちょっと後回しにするっていうようなね、ことも起きてきます。それはもう、やっぱり優先順位の問題になってきますんで、ここはビジネスとして割り切らせてもらうというところになります。ただし、お金を払わないからといって、その方にね、何らの、コンセプトやヒントを与えないということはありません。自分の有料のオンラインサロンではこんなことがありましたと。こういう人がこういう状態になりましたということで、多くの人にね、取り組むことの魅力を伝えることができるんですよ。それによってやっぱモチベーションも上がるし、場合によってはね、こんな商品を買ったらうまくいかないですよと。できれば買うんだったらこういったものを買いましょうっていう風なヒントを与えることもできるんですよ。その結果、私の商品じゃなくてもいいけど、どっかでいいものがあったらそれを選んでくださいよっていう風なね、注意喚起を促すこともできるんですよ。それはお客様の声であったり、自分の体験であったりってことで、実際にあったものをお届けするんで、これもリアリティがあることだと思うんですよね。で、そういったセールスの動画、これだったら買っても大丈夫ですよ。しかも私が持っていますよ。みたいなね。そんなセールスの動画が3ポイント目になります。さあ、全部をまとめると、まずは集客力、そして商品力、そしてセールス力、販売力ですね。この3つが揃うとビジネスはものすごくうまくいくんですよ。で、タカさんの YouTube チャンネルではこういったことをね、ノウハウとして語ってくれてるんですよね。で、タカさんの YouTube のコミュニティに入るともっと濃く、個人個人の苦手、増えて状況に合わせたものを提供してくれますので、問題解決が早いということになります。で、私もチャンネル登録が14,000人を超えますし、で、YouTube の経験年数も10年になります。で、そこで売り上げてきた金額も1億、2億とありますので、私もできないわけではないんですけども、残念ながら今ね、FX に特化して YouTube 発信してますんで、YouTube の扱い方に関しては今、じゃあこの時点でやってるかってやってないんですよ。で、YouTube の会員さんを募集しちゃうと、それこそ本当にやっていることとかね、やりたい FX の配信ができなくちゃなっちゃいますので、そこに来てくださった方にちょっとね、迷惑をかけることになるんですよ。ですんで、だんだん YouTube を扱っているビジネスといっても専門業ができてくるわけですよね。で、タカさんに関しましては、私もお勧めしたいし、私が今ね、やりたくてもできない時期に入ってますんで、私の方からタカさんの YouTube のサロンというのかな、オンラインサロンというか、塾ですか、こういったコミュニティに入ることを勧めたいなと思います。もちろん今リアルタイムで私を募集していれば、タカさんのお勧めとかしないんですけども、あ、これはタカさん実績出るよねって、私がね、やっぱりこう、自分の見識から思うことなんで、進めていきたいなと思うわけですよね。ですんで、私の動画をね、見てくださってる方、私を信頼してくださってる方、タカさんの動画も同じように信頼してくださって大丈夫です。放り投げていなくなることはありませんし、あやふやなことを教えてるわけではありません。ちゃんとですね、ついていけば、結果が出やすい形にはしてくれます。そこは受け合いです。あとはですね、半分はやる人の責任になってきますので、半分はいろんなノウハウをね、教えてくださる方の責任ですけども、残り半分は、じゃあそれを受け取ってやれるかどうかっていう本人の問題になってきます。ただし、今まで指導者を間違える、もしくは指導者がいない状態で自力でやってダメだった人っていうのは、やっぱりね、指導者を得るべきだと思いますし、そうすることによって自分で試行錯誤しなくても、試行錯誤した結果がポンと渡されますんで、ステップを踏むのがすごく早くなるんですよね。ですんで、絶対にね、これはね、タカさんのYouTube、これからもよく見ていただいて、この気になる男シリーズも今後も大切にね、大切に捉えていただきたいかなと思います。まあ10月に入ってね、驚くことに物価がいろいろ上がってるんですよ。全体的に平均で 15% 上がってるっていう、そういうふうな試算もあるみたいなんですけども、それは思いますね。15% とは言いませんけども、でも少なくとも収入の上げにくい今の世の中で物価が上がってるのは確かです。その物価ってのも企業の努力によって商品の価格価値が上がってるっていうふうなことではなくって、単純に仕入れコストが上がってる、コストプッシュ型なんですよね。ガソリン代も高騰してるから、工場の生産ラインを動かすコストも上がってるんですよ。エネルギーコストが上がってますから、全部が上がるのはもうどうしようもないんですよね。スーパーに商品を運ぶトラックだって結局ガソリン代が上がればね、じゃあその負担は商品にめり込ましてくるってことになりますんで、こうやってね、スーパーのチラシありますけども、いろんなものが値上げしてるから、じゃあこれだけは安くしますよみたいなセールスにもなってくるわけですよ。ただ安物だけで生活はあんまりありませんので、結局は価格が上がったものも一部買わなくてはいけないってことで、私たち消費者の懐っていうのは楽になることはないです。じゃあどうやって楽にするのか、節約ではありません。プラスアルファで稼ぐことなんですよ。でみんなで稼いだらみんなでお金が使いやすくなるんで、結局この国っていうのは豊かになっていくんではないかなと思います。もちろん政治政策の責任もありますけども、半分は国民が、私たちがね、もっと稼ぐこと、ちょびっとの収入を得ることによって、ちょびっとの収入でまた新しい消費活動が行われて、ちょびっとの報酬アップでやっぱり全体的な GDP っていうのをね、広げていくこともできるのかなと思いますよね。ちょっと小難しい話になりましたので、この辺にしておきますけども、 YouTube を使ってお金を稼ぐってことは、集客力、商品の力、販売力、この3つを同時につけることにもなりますので、すごくシンプルでやりやすいでしょ、あとはどうやってそれを進めればいいのか、具体的な方法を日々頭に入れていくだけだと思います。そして手を動かして実際に YouTube の動画を作っていくこと。基本的には動画を作れば作るほど収入は上がっていきます。これは間違いないですから、それだけやってみるといいと思います。動画を作らないのに収入が上がっていくってことはないですからね。だから作るものがね、YouTube になってきますんで、人によってはね、ものすごく億劫に感じることがあるかもしれませんけども、でも今の暮らしを続ける不安に比べると、ものすごく未来を開けてますよ。なんせ私たちの取引先は Google であり YouTube になるわけですからね。世界一のビッグカンパニーが私たちの味方です。ぜひ YouTube の門を叩いてみてください。それでは今回は以上でございます。